乾杯。たまにふと思うんだが。ん？どうした？なぜ俺には彼女ができない？顔が悪い。性格が悪い。生き様が悪い。もう諦めとけ。驚くほど辛辣だなお前ら。なに気にするな山本。うちの学年で彼女いるやつなんてほとんどいねえからさ。まあな。そうだよな北原。あいつには指一本触れてません。お前らが羨むことは何もしてない。よろしい、ならば許そう。そういや見たらいといえばさ。なんだあいつ、急に付き合い悪くないか。確かに彼女でもできてたりしてな。ありえねえよ。俺はあいつを信じるぜ。まだ俺が今のクラスに馴染めていない時、一番に声をかけてくれたのが見たらいだったんだ。さっきの授業のノートを取ってた？写させてくんない？こうしてみんなと飲み会ができるようになった。山本。そうだよな。ああ、やっぱり見たらいも呼ぼうぜ。もしもし。おお、見たらいか。今山本の家で飲んでるんだが、暇なら。悪い、30分後に連絡するから。お、どうしたの？なんでもないから。うん、なるほど。30分後か。貴様、女とやってるな。だとさ。なるほどな。道理で付き合いが悪いわけだ。それならそうと言えばいいもの。まったくだ。さて、それじゃ焼き打ちに行くぞ。